こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ベイユベールというお店のガトーフロマージュミキュイとスフレグラセブリュレを買ってきました。フランスではね、パリをはじめ各地に60店舗もあるお店なんですよね。バターやチーズのね、スイーツがね、有名なお店です。この四角い感じが、こうなんかおしゃれな感じですね。あえて四角い感じなのがなんか可愛いですね。今年初めての甘いものですね。いただきます。さあ、こちらフロマージュミキュイの方から。おー、シワってなってます。あー、美味しそうですね。そこはクッキーの生地になってますね。うん、ベイクドチーズケーキなんですけど、見た目はレアチーズケーキみたいですよね。で、食べるとね、なんかもう濃厚だけどしつこくなくって、すっごい美味しいです。うん、生地がね、シュワッととろけます。甘さもね、程よくってすごい食べやすいです。うん、なんかスフレみたいな食感で、半生のチーズケーキみたいな感じでしたね。で、次はこちらスフレグラッセブリュレです。あー、とろとろですね。アイスクリームみたいな感じで半解凍で食べます。うん、とろけます。ブランデーのね、香りがしますね。レアチーズケーキをアイスクリームみたいな感覚で食べれて美味しいです。さっきのよりこっちの方が甘いです。うん、表面がね、ブリュレみたいに焦がしてあってカリッとしてます。いや、これめっちゃ美味しいです。そこはね、パイ生地っぽくてサクサクです。うん、のパイ生地がね、ずっとサクサクしとって、乗っかってるチーズケーキと合わせて一緒に食べるとすっごい美味しいです。今の季節はね、寒いから温かい飲み物と一緒に食べると美味しいです。じゃあ最後の一口いただきます。うん、ベイユベールのガトーフロマージュミキュイとスフレグラセブリュレ、とっても美味しかったです。濃厚だけどしつこくなくって、もう上品な感じのチーズケーキで、すごい美味しかったですね。甘いものは幸せになりますね。もう寒い季節にね、スイーツとあったかい飲み物と一緒に食べるのはとっても幸せです。皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。